どうもこんにちは、エミネでございます。早速なんですけども、今日はですね、私がずっとやってみたかった企画でございます。 NG なし、私の100の質問答えてみたきつはい、私がただ淡々と質問を投げてそれを答えていくだけじゃ全然面白くないなと思って、今回は私の彼氏のタケちゃんにご協力をしていただき、タケちゃんから質問をバンバンと投げかけていただきます。どんな質問が来るかは全く私もわからないので、今回完全に NG なしでめっちゃテンポよく答えていこうと思います。頼むよ。全部答えるの？頼むよ、マジで。全部答えるの？はい、こちらがタケちゃんでございます。ちなみに手がいい匂いでございますね。本当にチツキュンつってほらほらほら、はい、100個質問があるからもう淡々と答えていきます。それではスタート。お願いします。お名前は？エミネです。出身は？大分県です。年齢は？25歳です。誕生日は？1994年の10月28日生まれです。血液型は？ A 型です。身長は？158。握力は？リンゴは3個くらい同時に潰せる。兄弟はいますか？4人兄弟です。私が長女の妹、弟、妹の4人です。周りから言われる性格は？つえ本当の自分の性格は？結構乙女かなっていう仕事は何をしてますか？今度動画にします。将来の夢は？今度動画にします言われて嬉しい言葉は？面白い。何をしている時間が一番好き？韓国にいる時。好きな香りは？超甘いやつ、めっちゃ甘いタルイニョが好き。好きな食べ物は？納豆。待って、私何ちゅったっけ、好きな食べ物いつも。サバ缶や。もう一回、好きな食べ物です。好きな食べ物は？サバ缶です。好きな食べ物は？サバ缶です。好きな色は？紫。好きなことは？好きなこと？うん、好きなこと。何してるの好き？お酒と餃子を食べているとき。得意なことは？喋ること。好きな芸能人は？石原さとみさん。好きなお酒は？ハイボール。ペットを飼うなら？猫、犬。口癖は？よよよずっと言ってくれず、よよよよ言っちゃう言っちゃうちょんけんちょんけんちょんけん、ゆっちょんけんとか大分弁が結構出るから。よよよ。最近のマイブームは？ないと思う。半沢直樹。あ、半沢直樹にハマってる。穴番や。穴番も。逃げ恥も、うん、知っとんな。今一番やりたいことは？韓国に行きたい。好きな場所は？韓国。仲良くなれる友達のタイプは？嫌味のない子、おもろい子、とにかくおもろい子変な子、頭のネジがぶっ飛ってる子だいぶこだわりやん。ストレス発散方法は？韓国に行くことなんやけど、今はでけんけん大声出す。好きなキャラクターは？なんか好きかな。スヌーピーのやつでしょ。チャーリーブラウン。好きな YouTuber は？圧倒的に丸山礼さんとケミオさん、ヘラヘラ三重士、パパラピーズ。プロタンじゃん。タケちゃんはプロタン。一番好きな時間は？寝る前のベッドに入ってから桁いじるタイム。自分の長所は？楽観主義。おもれえ。おもれえらしい。変態らしい、うん、長所か自分の短所は？同じ服いっぱい買う。あ、買い物をしすぎるらしいですごめんなさい苦手なことやものは？なんだろう苦手なこと？算数やな。あ、数学とか数字系めっちゃ嫌い。好きなスイーツは？パリパリバー。似ていると言われる動物は？何やと思う？ゴリラ。ゴリラ、初めて言われた。ゴリラです。アリクイ。マイナーすぎ、ビビり上がるわコンプレックスは？コンプレックスまみれ。鼻がでけえ。口がでけえ。口がでけえはやってんの、自分でやってんのよ。デコがひでえな。自分でやってんのよ。目が二重やな。目が二重も自分でやってんのよチャームポイントは？唇です。昔から変わってないところは？他人にあまり興味がないところ。好きな柄は？ゼブラ柄、ヒョウ柄。好きなファッションは？シンプルやけど締まるとこ締まってる、綺麗に見えるやつ。好きな髪型は？センター分けの黒髪ロングヘア。今の自分に一番必要なものは？ひらめき。好きなイベントは？初詣でおみくじを引く瞬間。楽しそうやな寝る前に必ずすることは？タケちゃんの指を匂う。自分冷めてるなと感じるときは？どんなに好きでも結構恋愛の吹っ切れ方が超早い。自分って怖いなと思うときは？スイッチへ入るとストイックにやりすぎるところ。人のお尻の穴の匂いとか嗅いでくるとそれどうなるよそんなことしてないよなんかもうすごいいろんな匂い嗅いでくると怖いな。友達は多い？いろんな
多くない？好きな季節は？秋。なんで？服が可愛いから。無人島に持っていくなら何？リップ。自慢できる特技は？歌は上手いな。歌上手いらしいです、私。あともっとあんな、なんだ？いいよ、もう次行って。旅行するなら？韓国行きたいけど、行けんけん沖縄行きたい。1万円あったら何に使う？たけちゃんが捨ててしまったトリートメントをもう一回買う。1万円あったやつ、まだ根に持っている。100万円あったら何に使う？ YouTube 用のいいカメラ買う。明日世界が滅ぶとしたら何をする？早めに寝る。明日世界が滅ぶとしたら何食べる？でも胃もたれしたまま死にたくないけんな。卵かけ納豆ご飯とか。サバ缶じゃねえんか。サバ缶もやけど。生まれ変わるなら何になる？猫になりたい。今これはもう絶対にしないと決めてることは？お酒飲んで酔いつぶれること。今一番勉強したいことは？ありすぎて語れない。熱湯かまみれ。後悔してることは？特にない。好きなスポーツは？特にない。スポーツ嫌い。毎日欠かさずやることは？化粧ちゃんと落とすこと。毎日化粧もするしな。今のあなたに支えになってるものは？たけちゃんだよね。だろうね。今一番頑張ってるものは？今新しく挑戦しているお仕事です。生まれ変わったら何だよ？猫。最近嬉しかったこと？ツイッターにイタリアン食べたいって書いたら、さりげなくたけちゃんが週末今日はイタリアンだよって連れてってくれたこと。いや嬉しいな。常にこうしていたいと思うことは？自分を慣れた場所に置かないっていうこと。挑戦してる、ね、挑戦しましょう、うん。目標は？今度動画で出します。お仕事動画を出します。次の動画で出しますのでお待ちくださいませ。一番会いたい人は？石原さとみさん。じゃあ恋愛コーナー行きます。ほーい。あなたと彼の年の差を教えてください。私より2個上たけちゃんで2。恋愛期間はどれぐらいですか？まだ付き合って4ヶ月とかです。あーやべえな。やべえよ。彼はあなたのことをなんて呼びますか？えみちゃん。あなたは彼のことをなんて呼びますか？たけんぼ。ほんとかよ。たけんぼにときめいてますか？うん、ときめいてます。彼の長所は？優しいところ。とにかく彼の短所は？ない。今のところな。多分今後まで4ヶ月やけん分からんけんさ、まだ見抜けてない。私はまだまだやなって思う。そう。ねえ、異性のドキッとする仕草は？あー、エッチの時に上半身脱いだここら辺。仕草ではない。複雑やな。フェチは？あ、匂いと腕かな。でも私血管嫌いやけん、たけちゃん結構血管すごいよ。ちょっと見えるかな。タケちゃんはこんな感じでちょっと血管がそうすごすぎるけん、これはなんかタイプじゃ、気持ち悪い。ベダイ。怒ってる。怒ってるね。怒ってるね。ウニ茶漬けとかやばいね。ウニ茶漬け食べるの？よし、行くよ。付き合うなら何歳上まで OK ですか？まあ私が25やけん。15個上？まあ、40歳くらいまでなら。40 OK なの？うん、意外。うん、年下の方が結構無理やね。何歳下まで OK なの？ごめん、完全個人的に言っちゃってる。1歳下も嫌だ。嫌なの？年下嫌だ。同い年も嫌だ。あ、そうなの、うん、同い年も嫌だ。マジで合わん、本当に合わん。松耳や。今一番デートで行きたい場所は？沖縄、旅行行きたい。浮気されたことはある？ない。ああ、あるよ。なんか浮気っていうか、私が浮気相手やったっていうパターンで、あの殴り倒したっていうことがある。顔パンパンに仕立て上げたっていうことがある。ファイツ。どこからが浮気？彼女がおるのにこの顔可愛いなとかいう気持ちで LINE とか、あのちょっといいなって思った気持ちで LINE とか電話とかし始めた瞬間、はい、浮気。エッチしたとかキスしたとか、そんなん、もうそんなん違うよ。ただ LINE してても浮気。浮気だよ。ボエじゃないよ、見せろ。付き合ったら束縛する？しないっす。束縛されても平気？まあある程度は。一目惚れしたことある？ある。結婚はしたい？したい。今まで付き合った人に共通することは？割と色が白い。あ、怒ってる顔、ごめん。告白はする派？待つ派？待つ派。苦手嫌いなタイプは？臭い人、清潔感ない人。あとなんかモラハラチックなことを言ったりとかするやつ。あ、停止関白系もめっちゃ嫌い。縛り上げんぞお前って感じ。恋愛では S?M? どっちだろう。基本的にプライベートはどっちかというと S やけど、そうでもない？うん、
そうでもない、うん、らしいです。以上、恋愛において今までと変わったことは、たけちゃんと付き合ってなんかちゃんと相手を信じるっていうことが大切だなって思った。恋するとどうなる？超めんどくさくなる、超ネガティブ、あの自信がマジでなくなる、好きになるようになるほど。今好きな人はどんな人？ゆみちゃん、ゆみちゃん今週どこに行くっていう、超ゆるい人、超ゆるい、なんか別にゆるキャラみたい。セクシーだなぁと思う？うん、超エッチ。性対象、性対象、もう一回言うけど性対象。デートするまで時間かかった？かかってないね。うん、すぐデートしたの、うん、キスまでどれぐらいかかった？ 3、4回？ 3 回目くらい。そうね。した場所は？たけちゃん家。相手の携帯着信とかメールチェックする？違う。彼の過去の恋愛話って聞きたい？めっちゃ聞いた。異性との友情って成立すると思う？しない。今の彼氏に一言。全部や。最後に今の自分に一言。頑張れよお前。終わり？うん、結構終わった。え、100個もう答えた、うんうんうん、本当に言ってる、うんうんうん、160個くらいやろまだ。いや、マジそう。なんかあの、イエスノーで終わっちゃうとこが多かったのかもね、もしかしたら。そうか。終わり。はい、終わりとのことです。100個あっという間やったくね。皆さんはいかがだったでしょうか。またもっともっとディープな質問とか掘り下げた質問とかは質問コーナーでみんなに質問を募りたいと思います。たけちゃん、質問してみてどうでしたか？もやもやしました。もやもやした。なんで？恋愛的なところ。おー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 、ちょっと話しよう。はい、それでは今日も見ていただきありがとうございました。チャンネル登録と SNS もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。皆さん、バイバーイ。